リクガメのまさこレイディオ。まさこらさっとお疲れ様でした。お疲れ様でした。まさに今通称軍が、池袋アダムで終わったところでして、はい、打ち上げの最中ですね、はい、楽屋に、この人をお呼びしましたしっかり説明してすみません。はい、ロンリークレイジーゆういちさんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ほんと嬉しい。俺、わさこレジをたまに切ったんで。マジっすか。いや、言ったけど思うけど、岡野さんが出てる回とか。あ、はいはいはい、エヴァの回とかも聞いてくれて。結構出てもらってんすよね、アダム界隈では。すごい、毎日あげてすごいなと思って。毎日ね、毎日言いながらね。まあ、たまに休みありますけど。ほぼ毎日。まあ、ほぼ毎日ね。そう、だから、ショーン君のこともそんな知らないけど、わさこレジオで喋ってる。そうか、そう、あの人だ。それで知るんだ。なるほどね。今日は楽しかったですね。いや本当に楽しかったっす、ね、どうでした？初バンドのライブでしたけども。いやもうバンドは最高ですよ。バンド最高っすよねやっぱね、音楽性とかをね、やっぱそれこそね、俺のメンバーとかもすごいみんなも好きだから、うん、そういう感じでね、やれてよかったし、うん、と思います。ショーン君もね、ビートルズ好きっていうことで、うん、今日も俺もビートルズのカバーやったりとか、うん、そうそうそう、ね、ちゃんと音楽を好きな人だ。うん、すごいわ。あれオリジナルじゃなかったんですか？あれはですね、ビートルズのラブミーっていう英語のやつは、確かに聞いたことある。みんなが知ってる曲って言ってはかなりアレンジしてるけど。そう、で、途中、オーダーリンのダダ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 みたいなのを入れつつやるっていうね。そう、そういうビートルズの、全然わからへん。その、わかってくれました？もちろんもちろん。あ、さすがさすが。当たり前じゃないですか。やっぱすごいな、やっぱり。ちゃんとすごい音楽の人だ。そうなんですよだけどもやっぱ、はい、うちら2バンド似てる部分あるよな。あると思う。うちは曲を、うん、その牛丼ディスコをやろうって言われて、はいはいはい、でその他のやつも 2,3 曲聴いたんですよね、はいはいはい、ちょっといっぱいあって気になったから、はいはい、やっぱその曲の作り方というか、はいはい、めっちゃ細いところまで完璧に極めて曲仕上げてんなみたいな感覚、はい、なんとなくなんかね、はい、近しいところ感じたんですよ。テーマにするもんの決定。いやでもそれはもともとそのね、無菌で対バンしてた頃からやっぱ僕は、ね、思ってました。思ってたんですよね。うちずっともう怖かったもん。うちクレイジーさんの後だけは嫌やって、アダムで唯一クレイジーユージさんの後だけは嫌やなっていつも思ってます。でもその唯一で本当なんかいつか忘れるけど、ブクロックかなんかで、うん、出番が連続で。あ、そんなことあった。うん、その時あなたなんか変な着ぐるみ着てました、ね。が、そんな着ぐるみ、あ、豚のやつか。なんか着てましたね。なんかやってましたか。これすげえな。いやいや、お互い様です、ね。でも本当でもボイラーリクもすごいよね。なんかであなたがすごい思いを竹を歌詞にするやん、うんうん。はい。それメンバーがすげえついていってるのが。わ、嬉しい。メンバーがすごいね、優しいなって。本当に、本当にそうなんですよ。普段そういうこともメンバーにも言わないし、言われたりももちろんないから、他の人が見て、そういう意見はすごい嬉しいです。そう見えてますよね、やっぱり。いや、今日ライブ見てて思いました。ちゃんとみんな、わ、嬉しいわ。そう、優しいから。いや、ほんまにね。そういうところでちゃんとベースね、めっちゃ動いててやってるみたいな。ちゃんとリバーブかけて、ギター弾いてる。ちゃんとリバーブ。ちゃんと弾いてるから、ライブ。ボイラーの評論家としてね。いや、嬉しい嬉しい。今日でも本当にセッションやってよかったです。あ、セッションね。あれ面白かった。なんかうち、すごいそれで直感的に思ったのが、なんか、うちらの関係性やと、ボイラーとロニー・クリュージさんって、そこにその、例えば他のね、バンドやったら、うちコラボやろうって言われて、一旦曲聴いて、ちょっと何かしらの負担があるんですよ。あ、ちゃんと歌わなとか、違うから、ボイラーとは違うっていう、見方をする。まあ、自分のフィールドじゃない。やけど、クレリさんの、あれ、誘われて、で、牛丼ディスクを聴いて、もうなんか30秒ぐらいで、スンって、なんかその、なんやろ、何の抵抗も何の負担もない。うんうん、きっとこれは、絶対美味しいやんの、じゃああそこのコーナーお願いしますって言われた時のあなたの気持ちと一緒なんやろな、みたいな。あれって普通の人やったら、うわ、どうしよう、どうしよう。それは分からないけど、それは分からないけど。そんなコーナー、あ、どうしよう、私大丈夫かなってなるけど、コレイジさんやったら、なんか、あ、分かりました、みたいな感じなんやろな、っていう、その感覚のズレがあんまない気がして、うちはめっちゃ楽しみやって。やけど、うちが、
予習しとったやつの倍ぐらいの尺があったから何がな、マジ何がなんだか今何のコーナー何の尺かな思ってちょっと歌ったらゆうさん喋ってるしあれ あなたでも勝手になんかラップ作ってきたらですか。ラップ？ラップ、キャタ語りみたいな。あ、それは何も歌詞が分かんなかったんで。それがなんか俺は嬉しいなと思って。適当にすいませんでした。聞き返したいな。いや聞き返してもマジで人生で無駄な時間だと思います。アドリブでしょ。マジそうそうそう。何言ったかマジ覚えてない。本当マジでちょっとなんかねレコーディング時とかなんかファーとか入れてほしい。あいやもうそういうのうち今お仕事募集してるんでそういうの。ただでやります。ただでやります。声優の仕事。ただでやります。声優らしいですよ。俺もボイラーになんか入れるし。あもう全然。牛丼とかそういうのやり合う、そういうのをやり合う関係でいましょう。いや、やりましょうよ。はい、あー、嬉しい。めっちゃ楽しかった。そう、あとまあ、俺も今日だから MC で言いましたけど、俺が今日だから本当に感動したのは、土井さんの言葉に俺は感動して救われました。何でしたっけ俺がライブ中に、ギュンさんに用意した牛丼を、ライブが終わって、ギュンさんに返そうとした時に、あなたに返そうしたのになぜか、土井さんがすげえはんなりした感じで、すげえはんなりした感じで、なんだっけ、ちょっと言ってもらっていいですか。一口もらっていいですか言うてね。あ、一口もらっていいですか。確かにそんな感じやった。そんなはんなりすることないからな。まあ、並べやな。いいですか。京都の人かなと。奈良も京都の似たようなもんな。生きるはんなりやからな。でしかも今さ、ハモったじゃん。あそういうとこはやっぱり、ね、共通こんな。うちほんま思ってたよりクレイジーさんとのなんかリンクする部分がすごい見つけた今回の通称で。また共演してください。ぜひお願いします。本当にすごいすごいミスにならない感じでいたいです。うん、ああ、なるほどね。逆にね。それはあります。程よい。いや、なんか俺もなんかね。まあ、いや俺好きだけどなんかね、うん、お互いけど掘り下げたらほんまにもっと似てると思うんですよマジでライブ見とった思ったけどそうかな、うん、なんか思いましたなんかめっちゃ真面目な歌もやってませんでしたうち牛丼ディスコからは裏におったからあんまり聞けへんかったけどむっちゃなんかパッションの叫びがそうでも俺でも今日翔くんと分かり合ったからはい、ビートズの話あそうね音楽的に音楽的な音楽的な、まあ、ショーンをもっと掘り下げた方がいいよこんだけ毎日ラジオやってるけど振り下げたことは一回もないわなんかメッセージみたいなので曲作ったらおもろいかもしれないあ確かに確かに俺もだから違うメンバーの発案で曲作ったりとかしたりみたいなうーんいいメンバーですよねなんかそうなんですよねこれ正式な感じでこのままディスコマシーンとしてやっていく感じですかこの3人でされたいですねどんどんバンド活動もしていこうみたいな思っていますが私はロンリークレイジーうちなので私は人を信じられませんそうかロンリークレイジーすごいそこのコンセプトはしっかりしてねロンリーだからあ本当だいやでも本当ね憧れのわさこレイジーもそんな言っていただけるなんていやありがたいこちらもめちゃくちゃそうでもそうだからそのジャムった時になんかいい感じでいけたのも俺だからギョロちゃんはすげえ昔の仲だったからその辺のグループもあっていやびっくりしました7年前やったんですよ多分ね7年前にあれアラギーノでしたっけボンあボンジュールみたいなアンギーラそうアンギーラボンジュールはフランス語ですあ失礼いたしましたフランスの挨拶です失礼いたしましたボンギーないボアラないアンギーラアンギーラアンギーラをギョロが後ろでカホン叩いてたっていうのがマジ信じられへんそうだからそういうグループがあったので俺は乗っていけたみたいなやっぱグループって人でもあるじゃん人もそう思ってます確かにだからいやでもね土井さんが本当にねなんかそのね乗っかってくるのが本当ね包み込むようなグループであそうそうそう全部あなた本当に助かれてますよ本当にわかりますこの本当に好きにさせてもらってこのメンバーちゃんとね組み込んでくれるっていうのがいや本当に成り立たしてくれてますからねはいもうやっぱり俺も多分俺とギューンの共通こうとして、メンバーを大事にしよう。そうしましょう。それをモットーにしましょう。メンバーのストレスを、与えないように。うん。まあ、ある程度は知らないですけどね。そうそうそう。ある程度は。ある程度はごめんなさい。基本存在してる自体で、ストレスを与えているんですよ。うち、ほんまに鬱陶しいと思うもん、自分で。
スタジオとか。うちはもう放牧されてるから、この人がな。あ、そうやな。大体みんな自由は自由で。今日でも結構無視してなかった、この人のこと。え、なんか言うてたんやから、私が余計なこと言うてるとき結構無視してたよ。無視余計なこと言ってた、うん、あ、聞いてへんかったか、余計なこと言ってたよ。いやいや、言うてたよ。言うてたよな。まあまあ言うてたよ、うん、今日はな。なんで、なんで来年ぐらい一緒にみんなでバンジージャンプ行きましょう。行きましょう、マジで。そこ、それはうちほんまに行きたいですね。バンジー行きましょう。その人ほんとダメなんですよ、それ。だからほんまに、もう本当になんかもう大失禁しちゃうかもしれない。大失禁。見物ですね。上からも下からも出ちゃうかも。でもね、そっからもしかしたらね、バンジーの曲がね、生まれるかもしれないし。生まれるでしょうね、絶対。それは生まれるかも。うん。頑張ってください。やりますか。頑張ってください。これからもお願いしますってことで。お願いします。次のライブなんてやったら。なんか告知事あれば。あ、9月4日に、エコダのロックンロール以外は全部それ、ロニクレイジー1ワンマンライブ、無色爆発ワンマン、素晴らしくの世界っていうタイトルでやりますので、すごいじゃないですか、ワンマンライブ。ぜひ皆さんね、はい、聞きましょう。まさかレディオの読者の皆様、お願いします。ね、超超お願いします。リスナー、リスナー皆様。ボイラリカメのライブ告知は土井さん。9日渋谷の近代未来会館、近代ちゃうわ、関西の近畿のやつや、それ近未来会館、近未来会館、そうで、あの、ビーハプニングです、うん、そう、ビートハプニング、チャブート出たりとかね、リベルターズとか、ね、結構面白いんで、あの日は本当に久々のビーハプなんで、ボイラーとしてはよろしくお願いします、はい、お願いします。8月22日豪徳地リーフルームで、はい、洋平さん、ザ・世界大戦図の洋平さんと、うん、私らと矢島 X イースト出ます、はい、矢島 X イーストではどれもギター弾くので、はい、2ステージ頑張ってください。頑張ります、ね、お願いします、はい、ほな皆さん、まさこらさっさっさー。